物の健康被害は海洋生態系全体に影響を及ぼすことを忘れてはいけません。私たちの行動一つ一つが海の生き物たちに大きな影響を与えているのです。最後に海洋プラスチックが人間に与える影響に目を向けてみましょう。私たちが投棄したプラスチックは食物連鎖を通じて最終的には私たち自身に戻ってきます。微小プラスチックは海洋生物に蓄積され、私たちが食べる魚介類を通じて私たちの体内に入り込むのです。例えばある研究では市販の魚介類から微小プラスチックが検出されたと報告されています。これは私たちが普段何気なく食べている魚介類が実はプラスチック汚染の影響を受けている可能性があることを示しています。つまり海洋プラスチック問題は私たちの健康に直結する問題であり、無関心でいられない状況なのです。さて、海洋プラスチック問題が私たちの食卓にもたらす影響を考えるとき、特に注目すべきは魚介類を通じた食物連鎖です。